こんにちはっち、健老ホロのわっちチャンネルへようこそ。わっちゃ健老ホロじゃ。今週放送された第17幕、行商人の浅知恵と町商人の看板について、わっちゃ公式宣伝大使としてエゴサーチをしておったんじゃが、アマーティーとの取引についてなかなか理解が追いつかぬ者もおるようじゃの。あのアマーティーですら一瞬意味が分かっていなかったようじゃったしな。そこで今回は第1章第2章に続けて、この第3章で中心となる商売の仕組みを解説できればと思う。わっちチャンネル、わっちが丸々してみたということで、今回はわっちが本編解説してみたじゃ。もちろんこの作品は細かい経済の仕組みまで分かってなくともみんなに楽しんでもらえるよう作ってあるんじゃが、より深く知って損をするということもなかろう。主たちも決闘をする機会が訪れた際に備えてしばらく聞いてもらえればと思う。まずはアマーティの目的の整理からじゃな。あの坊やはわっちに惚れておる。そしてわっちの後見人ということになっておるロレンスにトレニー銀貨1000枚を支払うことで、わっちを借金から解放し正式に結婚を申し込もうと目論んどった。ただトレニー銀貨1000枚というのは主たちの時代の日本円でおよそ1000万円、そうやすやすと払える額ではない。そこでアマーティは祭りの最中、取引額が高騰している大鉄鋼の陶器を当てにしたんじゃ。すでにかなりの大鉄鋼を集めて荒稼ぎしているようで、マルクの読みじゃと、このまま大鉄鋼が高騰すればロレンスへの支払い期日までに銀貨1000枚分に達するとのことじゃった。ここで肝なのは、この勝負はどちらがより多く得をするかという類のものではなく、ロレンスがどんなに儲けを出そうとアマーティがトレニー銀貨1000枚を稼いだ時点で奴の勝利が決まるという、ロレンスにとってかなり分の悪い勝負ということじゃ。しかしそんな中、商人として一枚上手らしいロレンスは信用売りを使った逆転の一手に出た。ここからはそのからくりについて解説しんす。まずロレンスは第17幕で描かれた通り、アマーティにその時の相場で銀貨500枚分の大鉄鋼を信用売りで売りつけた。この信用売りとは第2章の際に登場した信用買いと逆で、期日までに商品の納品を約束して売買契約を交わし、先に納品予定の商品の代金を受け取るという取引じゃな。例えば明日の日没までに大鉄鋼10個を納品するため、先に今現在の相場で代金をもらうという信用売りの契約を交わすとしよう。契約を交わした日の大鉄鋼の相場が1個50円じゃったとすると、その場で代金の500円を受け取ることになる。これで何が起こるのかというと、もし納品期限である翌日に大鉄鋼が1個100円に高騰していれば、10個で1000円分の大鉄鋼を納品する義務が生じるため500円の損になり、一方で翌日に大鉄鋼が1個10円に暴落していれば、大鉄鋼10個でも100円の価値にしかならないため差額で400円儲けることになるというわけじゃな。まとめると、大鉄鋼の額が上がるとアマーティが得をし、下がると損をするというわけじゃ。じゃがここで問題になるのが、ロレンスはいかにしてアマーティの賭けに勝つかというところじゃな。高騰する大鉄鋼の相場がこれまでの動向に反して下落する必要がある。しかし大鉄鋼の需要が過熱する市場の様子を見るに、相場はうなぎ登り、とどまることを知らぬ。そこでロレンスは麦の値段が上がるという噂を流し、加えて自ら大量の大鉄鋼を売りに出すことで、市場全体に麦を買うために大鉄鋼は売り時であるという気を無理やり生み出し、一気に暴落させようと画策した。これが実現すればアマーティだけでなく多くの者の夢が文字通り鉄くずとかす恐ろしい計画じゃ。そして麦の値段が上がる噂についてはマルクに頼み、
売り浴びせのための大鉄鋼は錬金術師のディアナに頼ることとなった。じゃがの楊飛氏につらつらと理想の店を描くように物事が計画通りに進むとは限らぬ。ロレンスの決闘の行く末は今後の放送でしかと見届けてくれれ。ワッチチャンネル公式宣伝大使ホロ、今週もジャンジャン狼と香辛料の情報を告知していくでありんす。テレビアニメ狼と香辛料マーチャントミーツザワイズウルフは毎週月曜25時30分からテレ東他にて放送中。次回は第18幕、大鉄鋼の値が上がるか下がるかでアマーティに決闘を申し込んだロレンス。二人ともバッチのために争わんでくりゃれ。そんなテレビアニメ狼と香辛料ブルーレイ発売まであと4週間。長谷倉優奈先生書き下ろし小説や綾倉潤先生書き下ろしジャケットなど特典も盛りだくさん。主っ子たちよ、予約はもう済んだかや。お次は原作情報じゃ。わっちの大冒険と大活躍の日々が綴られた電撃文庫狼と香辛料がリニューアルカバー版となって発売中じゃ。アニメの先が気になる主たちはこちらで楽しむとよい。こっちの狼と楊飛氏もよろしくな。最後にコラボ情報じゃ。静岡県の奥国神社の門前にある奥国琴町横丁とのコラボが決定。お茶やリンゴ飴のコラボ商品も展開される。リンゴ飴最高じゃな。オンライン販売も予定とのこと。静岡が遠い主っ子たちも要チェックじゃな。他にも毎週たくさん新情報が出ておる。狼と香辛料の最新情報は動画概要欄から公式ホームページ公式 X を随時チェックじゃ。ワッチチャンネル。はぁ、今回はいつにも増して頭を使う回じゃったの。さすがのワッチも疲れたわい。あ、それはそうと、主たちの時代には気の合う友人を見つけるための仕組み、マッチングアプリなるものがあるそうじゃな。勉強がてらワッチも登録してみようかと思ったんじゃが、100歳以上のものは設定できひんようじゃった。残念じゃな。高評価、チャンネル登録もよろしく頼むの。また番組の感想はぜひぜひハッシュタグワッチチャンネルで投稿じゃ。では主っ子たちよ、来週もワッチチャンネルに遊びに来てくれれ。